ようにもてあそばれています。しかしキックを一つくれた。さあタッチだ。あエルボーを打った。しかしタッチだ。タッチだ。タッチ成功。タッチ成功。さあテリーゴリーイケイケの声だ。異色のアメリカ人同士の対決。さあ140キロのドロップキック。テリーゴディ重戦車が動き出してまいりました。さああのカットプレー、そしてフォロープレーで思い切くパンチを垂れ込んでいたテリーゴディ。魚雷ラリアットだ。魚雷ラリアット。あのやつの上半身にミミズバレを使った作ったキックあるいはパンチが出てくるかどうか。テリーゴディブッチャーがカットであります。ブッチャーがカットです。まあ相手のチャンスをうまくうまくあの世界タッグ戦では潰していたテリーゴディ、いい動きを見せておりましたが、今夜はどうでしょうか。何しろ相手はブッチャー軍団です。ブレンバスターからカバーの体勢。さあこの間はテリーゴディが頑張ってなんとかダスティードレスジニアのこの回復を待ちたいところです。さあジョーディートンもちょっと打たれました。さあここはダスティードレスジニア汚名挽回だ。ここはチャンス、攻め込みたい。そのままパワースラム。ちょっと腰が浅いですか、パパさん。そうですね。そうですか。今は一つの切れ味がなかったようです。さあそして今度はブレンバスター、一つ一つチェックしていきましょう。さあ今度はブレンバスター、これは華麗に決まりました。リングの中央です。さあ技の畳みかけはどうでしょうか。今度は2を出しました。そしてパンチを出します。さあさっきのお返し、今度は額を割ってやろうというのか。パンチを3つ落としました、ダスティ・ロレス・ジュニア。さあこれにパワーがついたら本当にいい選手になると思うんですが、ダスティ・ロレス・ジュニアタッチを行いました。テリーゴディ、テリーゴディに全てを任せます。さあテリーゴディだ。126キロに絞り込んできた。あっとこれはうまいぞジョーディートン。パワーを技で制しました。首固め。しかしテリーゴディこれをカウントを2で返しております。力で持っていきます。ニュートラルコーナー、もう一回魚雷ラリアットいくか。テリーゴディにはパワーボンもある。おっとこれはテリーゴディの打つようなラリアットの打ち方。ジョーディートンもやります。テリーゴディを捉えました。いやジョーディートンの頑張り、これは素晴らしい。さあファーストロープからセカンドロープ、そしてサードロープだが、テリーゴディも気がついている。パンチを打った。この辺はパワーボムのチャンス。前に回り込んだ。パワーボムを打つ。後ろからブッチャー。パワーボムが完成したところで狂気であります。ブッチャーも強者、このテリーゴディのパワーボムをよく知っております。研究されております。さあエルボーを打っていきます。そしておっとこのポーズは あれはあのダスティロールス、お父さんの方もやりますか、ああいうポーズは。そうですね、やるんですか。ああそうですか。いやしかし親父と俺は違うんだよ、俺はまた親父にないものを見せていくんだという、ま、力強いことを言ってくれるんですが、そうですか。お父さん譲りのポーズが一つ見えました。さあ今度はオリジナルホールドを一つ欲しいんです。成長するためにオリジナルホールドが一つ欲しい。エルボーを打ちました。そのままカバーの体勢。しかしブッチャーがいる。もうカウント1でブッチャーがカットに入ってしまいます。この動きブッチャー、去年は胆の炎の手術を行いましたが、不利調のように蘇りました。アブドールザブッチャー、この精悍な表情、そして動きであります。正面に回りました。ダスティ・ドレスジュニアを追い込みました。さあ今度はダブルの攻撃がいきそうです。おっとこれは2本の足で2人分ドロップキック、ダブルのドロップキックという形になりました。あしかし狂気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 で倒しておいて徳丸だ。この間にテリーゴディをジョーディートンがカット。やはり今日疲れました。ドロップキックの後すぐさま狂気の洗礼。その間にジョーディートンがテリーゴディをカット。3カウントが入ってしまいました。3カウントが入ってしまいました。さあテリーゴディとブッチャー、テリーゴディとブッチャー放送隙間でやり合います。さあちょうど馬場さんがいます。目の前に馬場さんがいます。テリーゴディとブッチャーがやり合います。金髪を持っている、これがアブドールダブッチャー、そして黒攻撃で攻めていますのがテリーゴディであります。さあ140キロと160キロ。おーっと放送席にアブドールダブッチャーを持ってきた。テリーゴディがボディスラムの体勢、鉄柵を乗り越えて、そしてアブドールダブッチャーを今放送席のちょうど机の上に投げ捨てました。そしてシャニングの上からのしかかっております、のしかかっております。さあテリーゴディ、さあ親友の反戦の刺激でもあります。このアブドールダブッチャーによー猛然と襲いかかっております。本来ならばこれがダスティードレスジュニアが、この動きを見せたかったところなんでありますが、やはりその辺は役者が違います。アブドールダブッチャーとテリーゴディ、今ジャイアント馬場選手がサイドに回っておりますが、ジャイアント馬場選手は今夜の解説です。
ブッチャーの方も今テリー・ゴディーンと、相対しておりまして、今夜はジャイアント馬場選手に、手は出しませんでした。さあ再現なく再現なく場外戦が続いております。テリー・ゴディーとそしてアブドール・ダ・ブッチャー、新しい因縁が、生まれてくるかもしれません。ゴングが乱打されております。45分の一本勝負、しかし最低の方はアブドール・ダ・ブッチャーの最後は毒針が火を吹きまして、このダスティ・ローレス・ジュニアをフォール、スリーカウントが入っております。いやー、馬場さん、それにしましてもテリー・ゴディとこのアブドール・ダ・ブッチャー、ものすごい場外戦やり合いが見られましたが、やはりダスティ・ローレス・ジュニア、テリー・ゴディのようにはブッチャーに向かっていけませんでしたね。そうですね、じゃあ激しくやり合います。テリー・ゴディとブッチャー、そこにジョー・ディートンが入ります。なおテリー・ゴディはハンセンと組みまして、次回の放送丸亀大会は、鶴田貴乃組とお会いします。そしてまたまたこのその高野でしょうか、鉄器分の高野が間に入っておりますけれども、まだ離れません。テリー・ゴディとブッチャー、今ようやくジョーディートンとともに花道の方へ引き上げようかというアブドーラ・ダ・ブッチャーであります。この大きな背中、アブドーラ・ダ・ブッチャー、長身のダスティ・ローレス・ジュニア、素質は光るものがあったんですけれども、やはり何せジルズ・シャブドール・ザ・ブッチャー、その老快なファイト、そしてラフファイトには太刀打ちすることができませんでした。13分45秒、最後はアブドール・ザ・ブッチャーの毒針が爆発いたしました。船とロマン、そして創造と冒険、遠い昔から海は忘れていた何かを教えてくれます。さあ前半戦の金王山港横浜決戦にまず天竜が入ってまいります。いよいよ実現しました横浜決戦、新時代のプロレスへの幕開けになります。ご覧の天竜源一郎選手が三半戦と夢のタッグを結成します。ファンの夢ここに叶いました。世界タッグのチャンピオン鶴田八つオリンピックコンビに挑戦であります。天竜にとりましてはこの横浜は昨年ハンセンと二冠を争った思い出の地であります。さあどういう戦いになりますか。そして今度は三半戦の入場です。さあ潮の香りをいっぱいに吸い込んで世界の不沈感が入場してまいります。先週放送の後楽園大会、天竜と死闘を尽くしまして最後の互いの実力を認め合いました。まあ強者は強者を知ると言いましょうか。さあその三半戦が入場してまいりました。天竜革命は2回目の春を迎えております。天竜革命第2章が今世界的スケールで再び大きく発信するわけであります。プロレスルネッサンスが今始まります。天竜三半戦入場、60分の一本勝負、こちらがチャンピオンチームだ。鶴田八つ、どんなスタイルでもどんな相手でも王者のレスリングを見せる。そして鶴田にとりましてはここ横浜は昨年10月28日天竜と死闘を展開いたしました。やはり思い出の地であります。鶴田八つ正念場を迎えました。遠い水平線から波が春風を運んでまいります。そして今伊藤並木の新劇が春を満喫しております。さあ横浜決戦チャンピオンチームの入場です。感染ゴリから観察におきましてベルトを奪還、その勢いで全シリーズはタイトルマッチ2連戦を防衛、今シリーズも感染ゴリのリターンマッチを進めました。さあ鶴田にとりましては地元横浜であります。仕立て役にはならない、俺たちが主役だ、こう豪語しております。オリンピックコンビも今チャンピオンコーナー赤コーナーに入りました。夢の一番が入り、これから始まります。世界チャンピオンベルト、タッグチャンピオンベルトを携えました鶴田八つの入場でした。試合に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーより両チームに豪華な花束が贈られました。スタンハンセン早くもジャケットを脱ぎました。そしてロープに飛ぶ、気合が入っています。タイトルマッチ宣言が行われております。今年2月カンサスで奪還、ハンセン・ゴディより奪還しまして第7代のチャンピオン鶴田八つ、初代チャンピオンも鶴田八つでした。以後天竜川田、馬場木村、そしてハンセン・ゴディのリターンマッチ、ちょうど鶴田選手の38歳の誕生日でした。この防衛を重ねましてこれが第7代チャンピオンとして4回目の防衛戦になります。相手がハンセン・天竜です。
夢のタッグチーム。天竜の表情です。チャンピオンチームは最大の試練が訪れたなと、このように表情をこわばらせておりました。試合前控室であります。今 PWF ロード・ブレアース会長によりまして、本部席にこのチャンピオンベルトが返還されます。黄金に輝く世界タッグ王座のベルトであります。まもなく両チームの紹介です。鶴田コール、そして天竜コールが飛び立っております。横浜文化体育館、夢のカード、60分一本勝負、メインイベントです。強く、熱く、激しく、天竜伝一郎です。世界の不信感、UNPWF シングル2冠王スタンハンセン。誰の挑戦でも受ける第7代世界タッグチャンピオン、ヤツです。ハンセンとはアメリカ首脳時代の同期生です。ライバルです、ジャンボ鶴田。微笑む、怒る、泣く、みんな心で生きている。サントリーロイヤル、3750円。俺たちのボックス新登場、 L&M マイルドボックス。あなたに真面目アメリカや靴店。参っちゃうな花、今頃いつもこうなんだから。コルゲンのソフトカプセルが効きます。中身が液状ですから、いち早く溶けて鼻水が止まり、気持ちよく鼻が通ってまいります。コルゲンソフトカプセル。ママさん、この何と言いますか、ゾクゾクするような快感が押し寄せてきますね。そうですね、そうですけどもね、やっぱりサッカー見てますと、天竜とハンセンのね、なんていうのコンビネーションと言いますかね、はい、全くないような気がするんですよね。あは、その辺コンビネーションはどうでありましょうか。天竜とそしてハンセン、今までにタッグを組んだ経験もありませんしね、戦った経験ばっかりでしょ、はい、そうですね。さあどういう試合になりますか。今ゴンが鳴りました。ハンセンがもう赤コーナーに来ている。キックでヤツを追い込んだ。するとヤツ一旦場外に出ました。スタン・ハンセンのこの突進、さあ素晴らしい。いや今放送席前にヤツを追い込んできた、ヤツを追い込んできた。そしてヤツも今返すところでチョップを打っていく。さあスタン・ハンセン返していく、スタン・ハンセン返していく。ノックから場外戦になりました。今スタン・ハンセンがヤツを場外に入れました、場内に入れました。まあ、馬場さんお話したように、そのコンビネーションワーク、こういうことが、まあ、心配するファンもいるんですけれども、まあ、馬場さんどうでしょうか。いきなりエルボーです、スタン・ハンセン。ロードウォーリアーズと組んだ時はこの天竜、さあダブルのタックル。あの時はね、6人でしょ、6人間でしょ。今回やっぱ相手は世界最強のチームですからね、そうですね、ですからね、そういう意味ではやっぱりコンビネーションも必要だと思うんですよね。なるほど。まあ、あの時にはそれぞれの良さを出したという結果に終わりましたが、それ以上のものがベルトを出すのためには必要なわけですね。そうですね。なるほど。まあね、この間の武道館の時にはね、その勝敗はある意味ではどっちでもよかったというかね、まあ、実力的にはもう断然ウォリアーズ天竜組が強かったんですからね。そうですね、分があったんですから、はい、いろんなものを考えなくてよかったと思うんですね。なるほど。でも今日はやっぱり、はい、ベルトがかかってますからね。パワースラムです、八千代明。そうです、ベルトがかかっています。大田チームも一つ返しました、ね。はい、ジャンボと八千代でも作戦はあると思うんですね。彼らも意地があるでしょうし。さあ今度は鶴田と天竜ですが、馬場さん、このブーイングなんですがね、これはね、お客さんが楽しんでるだけですよ。あ、そうですか。ジャンボややつがね、悪いことをして人気がないわけじゃないですからね、はい。うん、まあ、都市部に行きまして対天竜戦になりますと、このロードウォーリアーズと天竜が組んだ時もそうでした。だからハンセンと天竜が今日組んだこの時にもそうなんですが、まあ、ファンの関心がどうしてもロードウォーリアーズ天竜、ハンセン天竜に行ってしまうので、まあ、でも逆に考えると、そう、
っと鶴田がエルボー行った、エルボー行った、天竜のエルボー、天竜にエルボー、天竜にエルボー、そしてジャンピングに、この強さを認めている、ファンが強さを認めている、裏返しと開き直っちゃえばいいんですよね。そうですね、さあ今度はハンセンが出てまいりました。やはり鶴田コールよりは、鶴田コールよりはハンセンコールのが大きい気がします。さあその大コールを受けて今組み合いました。かつてのアマリノの同期生、将来を語り合ったライバル、さあ今組み合っております。さあジャンボ鶴田がロープに振ってジャンピングに行くか、タックルだ、スタンハンセンの勝ち。そしてタックル自ら飛んだ、ロープに飛んで、これもスタンハンセンが勝ったようだ。そしてロープに飛ばす、いや振り返した、ジャンピングに行った、ソフトオブに打ちました、ジャンピング2位であります。まあファンの間には、まあ、こういったブーイングにも耳を貸さずに、もうジャンボは居直ればいいんじゃないか、その方が存在感がある、新しい道が見えてきたんじゃないか、そういうファンの人もいます。まあ本人もそう思ってますよ。ああそうですか。まあそういう観点から見ますれば、はい、こういうブーイングがありますとね、本当にその新からのブーイングですとね、かえって開き直れるんですがね。ああなるほどね。まあだからか知りませんが、このところ鶴田のファイトといいますのは本当に引き迫るものがあります。前回放送の後楽園大会でも河原冬樹に対しまして、もう鉄刀鉄尾、まあ、このラフファイト、もちろんテクニックも見せましたが、追い込みました。この格の違いというものを見せつけました。パワーボム、天竜の得意なパワーボムを3連発打って、そしてピンホールを奪いましたジャンボ鶴田。あれをあの試合を天竜選手は後楽園で見てなかったんですが、まあ、この家へ帰ってビデオで見て、相当頭にこのぐわーっとこう熱くなるものがあったそうですね。もうとにかくハンセンとこのチームを組むのは、まあ、これ1回と、いうことになるわけなんですけれども、まあ、このハンセンと俺は天竜が言うにはベルト奪取という目的で一つになっている、ね、このように言います。言いましてもね、はい、これ先週に取りましたらね、はい、ここそうはいかなくなっちゃうんですね。その場合は、まあ、また再戦ということも十分に考えられるわけですね。そうですね。果たしてベルトの移動はこの横浜でありますかどうか。ハンセンが覆いかぶされます。カウント2で返しました。カウント2で返している安井義明。さあ天竜とコンビネーションはどうでしょうか。スタンハンセン、さあ先ほどはショルダーアタックを1回見せました。スタンハンセン、やっとエルボーを打っておいて、そして今度は天竜が水平打ちだ。この馬場さん、天竜とハンセンの共通点というのはありますか。共通点、やっぱりどっちも力ありますしね。小技はねそれほどないんですね。やっぱり大技はやっぱり素晴らしいものありますからね。そうですか。なるほど。まあ、馬場さんはこの56年10月に、全日本プレスを旗揚げ しました時にサンマルチノと組みました。それからアメリカ行きました時に、昔はでしたかいつだったか忘れましたが、コワルスキーと、まあ、今度のレトロシリーズでこの来日しますけれども、コワルスキーと組みました。この外人選手と組む時ってのはこう、なんでしょうか、このデメリットあるいは利点ってのもありますか。いや、それはね、やっぱり相手が強い選手ですからね、その組めはね、安心してやってます。自分のやりたいことだけやればいいんですからね。ああなるほど。あまりこの気を使わないで済むと言いますか。でもただその時は選手権じゃなかったですからね。ああなるほどね。今度はやっぱりベルトを取るという使命がありますからね。そうですね。さあ今度は安が追い込んできます。このエルボー攻撃4連発しました。そしてコーナーに振ります。ラリアットは打たせないエルボーを打ちました。しかしハンセンの膝、この膝と言いますと、前回の対戦、この天竜源一郎に、この左の脇腹を膝で痛打されまして、このハンセンの脇腹には左脇腹にはあざが残りました。その天竜の厳しい攻撃を思い出させます。しかしながらここまで俺を追い込んだのは天竜が初めてだ。そしてこの天竜とスタンハンセンは互いの実力を認め合い、思い出しますればこの後楽園大会、一本のベルトをこのスタンハンセンが天竜に、渡しました。そして2人はこの実力を認め合って、そして今日のこのタッグマッチ結成となったわけであります。さあここへ来て天竜スタンハンセン一本リードか、一歩リードか。ボディスラムからカバーの体勢、天竜源一郎でありますロードウォーリアーズとの合体に成功。今乗りに乗っています。さあサッカーボールキック一発打った。そして今度はカニバサミでヤツを倒しに行った。ハンセンが言ってますが、この辺が共鳴部分する部分なのかもしれませんが、馬場さん、天竜は憎たらしいほど燃えてるんだなというこの言葉どうですか。スタンハンセンの言葉です。そうですね、やっぱり、もう本当に死に物売りでやってますからね、本人はね。そうですね。それからハンセンとの試合ではコーナーからのトップロープからのショルダータックルでしたか。この天竜という選手は思い分けない技が出るんですよね。
本当にそうなんですね。馬場さんもこの世界最強タッグをはじめこの天竜選手と対戦していますが、いきなりこう奇襲を受けた時もありましたしね。そうですね。ですけどもね、もう少しやっぱりいろんな技がね出るといいと思うんですよね。あ、そうですか。その辺り今夜はね、やっぱり警戒しすぎてね、あんまり技が出なかったんですよね。あ、なるほど。ただやっぱり試合ですからね、持ってるものはみんな出してもらいたいですね。そうですね。とにかくお客さんの喜ぶ試合をしたいという、あー張り手やつ、この前の世界最強タッグ決定戦でも見られた、そしてこの前の世界タッグ選手権試合でも見られたやつの張り手、そして鶴太郎ジャンボキック。さあブーイングが起きてきた、鶴田やつにブーイングが起きてきた。先週放送の後楽園大会、川田風紀を痛ぶった、そして天竜がそれに反発をしております。あの凄まじいファイトか、ここでまた見られるか横浜決戦。エルボーを打っていきます。この頃この鶴田のエルボーは本当にすごいんです。さあシャニムに打っていきます。三半線が出てまいります。鶴田は今場外に押し上げました。この辺コンビネーションに気遣っている。お、鶴田もすぐ戻った。鶴田もすぐ戻りました。そしてこの膝攻撃です。馬場さん、この鶴田のファイトやはり変わりましたね。そうですね、ガラリと変わりました。あの横浜決戦ではおっと待ってください、ダブルの攻撃、天竜狙い撃ち、避けた、かわした、しかしジャンピングリーのダブル攻撃研究している。 F に固めた鶴田、三半線がロープサイドからカット、見応えがあります。あの前回の横浜決戦、天竜とこの鶴田の真空打ち、この鶴田の反則勝ちになりました。しかしそんなことでは俺は満足したい、今日は天竜を狙ってピンホール勝ちだと言っております。鶴田、天竜を追い込んでいる。しかし天竜水平打ちで返す、気迫のこもったチョップだ。そしてニューコンラリアット、天竜ニューコンラリアット、そしてジャンピングに、これは足を押さえられながらもエルボーを打っていく鶴田の気迫。さあ鶴竜相まみえるジャンピングにであります。鶴田そして距離を測った、何があるか、あーハイキック、天竜のキック、ラリアットだ、あー返した、ジャンボ鶴田のラリアットの方が速かった。馬場さんが唸っています。見事なる攻防ですね。いやー、三半線が出てまいりました。やはりこの選手権試合だということを4人が4人よく知っています。そして研究しています、しのぎ合っています。バックドロップです。一進一退の攻防です。両チームともにまだ決定的なチャンスは見られません。さあ三半線、このところラリアットを温存している三半線、ドロップキック、珍しい。調子のいい時はこのね、え、馬場さん、スタンアンセンドロップキックが出るんですよね。そうですね、ですからね、ジャンボもやつもありますからね、はい、彼もそういう技をどんどん出してほしいですね。そうですね、今日はあのラリアットが火を吹きますかどうか。さあ今が10分が経過しました。さあスタンハン戦であります。本当にこのコンディションの波がないと言いますか、本当にいつでもブレーキの壊れたダンプカーぶりを発揮しております。このスタンハン戦、まさにこのプロの鏡と言ってもいいんではないんでしょうか。そういえばこの天竜はスタンハン戦からプロレスの操作を教わったというコメントを残したことがあります。本当にすごい選手です、スタンハン戦。さあこのパワーはとどまることを知りません。休みが止まらないんです。さあしかしキックで蹴上げた、キックで蹴上げた、ジャンボ釣れた、あしかしコーナーに行きません、コーナーに行きません。スタンハン戦踏みとどまりました。さあ今度は安にヘッドバット、おっとこれも珍しい、スタンハン戦ヘッドバット、しかし安もヘッドバットで1つ3つ返した。安の企画も立派、やつの企画も立派であります。さあ最高から、ね、今日やっぱりジャンボのやつに気合い入ってますね。入ってますね。オリアオリアの会場の声援を受けまして、さあ、ま、このやつ選手は気合いが入りますとオリアというのが口癖なんですが、会場からそのコールが起きております。さあやつ下に潜り込むのが三半戦であります。前回のやつ鶴田対天竜、そして、失礼、鶴田やつ対ハンセンゴディの、この開幕戦で行われました、世界タイトルマッチではこのハンセンの後半はハンセンの左膝を集中攻撃にしました、鶴田やつでありますが、今日はそういった狙った一箇所攻撃は見せておりません。さああとはタックルだ、あのプロフットボールチームで鍛え上げたタックルがやつを襲った、人間魚雷のようであります。そして天竜が出てきた。さあ鶴竜、鶴竜今夜2回目の対決だ。さあ狭い局面からラリアット、リングの3分の1のスペースを使って天竜ラリアット先に打っていきました。エンズ
神戸が下がる。さあパワーボムのチャンスだ。パワーボムのチャンス、もう一回起こしにかかる。水平打ち2回目、明日がパーッと飛び散った。天竜追い込んでいく。ニュートラルコーナーだ。鶴田を捕まえた。ラリアット乱れ打ち。山さん、このもっともっと技を天竜に関して出てきましたね。そう、やっぱこうやってね、はい、どんどん傘にかかっていかなきゃいけないですね。あ、なるほど。さあ天竜が傘にかかった攻めを出してまいりました。さあ組4の字固め、自分のペースを取っております。天竜源一郎であります。まあ、個々の力はそれぞれ、もう何回も対戦し合った4人です、知っているわけですが、まあ、馬場さん、このタッグチームとなりますと、もうその単純計算は通用しないわけでしょうね。まあ、お互いにね、みんな裏の裏まで知ってますからね。はいはい、そうですよね。まあ、しかしあのロードウォーリアーズと組んだ時に、この天竜源一郎はデビュー戦と同じぐらいのプレッシャーを実は感じたんだというコメントがありました。今日もやはり感染と組んで相当のプレッシャーが、まあ、表には表しませんが、あることでしょうね。そうですね、やっぱり、ね、勝とうとするね、お客さんが自分たちに期待しているということを、ね、意識し過剰になりますとね、やっぱり守りに回ってしまいますからね。なるほどね。勝てなくなるとね、負けないようにということも考えてしまうんですよね。そうですね。そうすると技が今だんだん出なくなってしまうというね、展開なんですが、さあ今日はしかし天竜よく技が荒れています。鶴田よく技が荒れています。さあスタンハンセンのラビアットは炸裂するかどうか。さあロープに飛んだ、タックルだ。今日はこのタックルをよく利用しています。さあちょうどサンドイッチ状態になりました。あまりのものすごいタックルに天竜もちょっと溝落ちの後に抑えました。さあフロントスープレックスの体勢だ。調子がいい時にはサイドからスープレックスを打ちますスタンハンセン、あるいはこのフロントスープレックスを見せますが、今はベアハックの体勢、スタミナを奪う作戦出ておりますスタンハンセンです。スタンハンセンのもう背中はもう真っ赤、全身真っ赤、好調しております。さあこの怪力で締め上げられますと、無尽蔵のスタミナを誇るジャンボツータレもどうでありましょうか。さあかきむしりでなんとか逃れようというツータですが、体ごと持ってまいりましたスタンハンセン。あの馬場さんが、前々回の後楽園大会話してくれました。いろいろなラリアットを食ったけれども、やはりこのスタンハンセンのは効果が違う。そのラリアットを打つチャンスがあるかどうか。天竜の膝、背中を襲ったジャンボツータの背中、今度は前から水平チョップだ。2連発、鶴田よろける、鶴田よろける。天竜が追い込む、天竜が追い込む。さあ天竜チャンスが訪れた。対角線に飛ばす、突っ込む、天竜ハイキック、カウンター、すごい鶴田のキックがすごい。馬場さん、今のキックのカウンターはどうですか。そうですね、天竜の歯折れたんじゃないかと思いますがね。あ、今バチッと音がしたんですが、歯が折れたかもしれません。顎の当たりに決まりました。鶴田のハイキック、一瞬戦列が走りました。そしてダブルのブレンバスター、五輪コンビもダブルの攻撃が出てまいりました。やはり馬場さんお話のように、今15分が経過。この辺りからチームプレーというものが一つのポイントになってくるかもしれません。サイドスープレックス、安が打っていきました。一進一退の攻防、ここまでの攻防、今15分が経過しました。どっちチームのペースと言えますか、馬場さん。あのね、やっぱりチームワークという点ではチャンピオンチームですね。はい、ブルドッキングヘッドロックやつ、そうですか。やはりね、鶴田康も言っておりましたが、このやはりパワーのあるチーム、勝ちを拾うとすればその連携の乱れあたりだろうか、このように言っておりました。ガンガンとにかく来られるのが一番俺たちにとってはやりにくいんだと、ハンセン天竜組のことを言っておりました。そしてまたやはりこのオリンピックコンビ、アマレスで、オリンピック候補になりました2人だけに、できればこういった展開、アマレスの失礼、プロレスのレスリングの展開に、したいんだと、このように話しておりました。スタンハンセンのハイキックが飛んでいきます。なかなか決定的な攻め込みができません。両チームともにカットプレーが激しくなっています。さあドロップキックをかわした天竜、またしても勝機が訪れるか。スタンハンセンが出てきた。さあ夢のタッグチーム、スタンハンセンがさあヤツを投げてショルダータックル。今日のこのハンセンのタックル攻撃ってのはどうですか。いいと思います、はい、透かされないようにね、全部固めて走っていってますからね。そうですね、的確に決まっております。カバーをいたしました。カウント2まで追い込みました。さあここからはスタミナの戦いになるかもしれません。そしてチームワークの戦いになるかもしれません。さあ場外戦に誘った天竜が今右から回り込みました。場外であります。やつが今捕らえられようとしております。天竜鉄柵攻撃、やつが捕まりました。スタンハンセン、鶴田はリング上であります。さあ今やつがそのハンセンのいる、リング上にやつを据えてまいりました。さあ
この後どういう試合は展開していくんでしょうか。ボディースラム、あーっとシュミットリューバックブリーカー、ちょっと汗で滑った。しかしそのままカバーの体勢、ママさん、技のミスがあってもカバーちゃんとしますね。そうですね、ですけどもやっぱりこういうミスはね全然効きませんからね、まあ、しかしこの球場チームちょっと出し方ないところでしょうか。しかし必死になってダブルの攻撃を打っていきます。さあカバーの体勢、ワンツー、横浜の文化体育館のお客様がカウントを入れます。鶴田八つを追い込んでいます。天竜ハンセン組、夢のタッグ対決、世界タッグタイトルマッチ、メインイベントであります。さあ、張り手合戦、かつて横浜でも見られた、キングル対決でも見られた張り手合戦。さあ、鶴田に動きが出てきたぞ。ジャンピングニー、ジャンピングニーがヒット、そしてキックだ。さあ、ヒール鶴田だ。さあ、凄みが出てきた鶴田。ブーイングの中、燃えております。怖い鶴田、凄みの鶴田、やつに指示を出した。そして今度はパイルドライバーか。おっと、あのテリーゴディ、スタンハンセンから防衛をしました。あの時は場外に打ちました。ダブルのパイルドライバー、スタンハンセンを追い込みました。やはり馬場さんお話のようにコンビネーション、つまり、相手チームを分断ということが必要なのかもしれません。今スタンハンセンに標的を合わせております、的を絞っております。しかしハンセン、天竜となりますと、馬場さん、どちらに標的を合わせようか。どっちもすごい選手ですからね。そうですね、作戦的にはどうするんですかね。今ハンセンを攻めておりますが、これは作戦立てようがないかもしれません。まあ、しかし馬場さんどうでしょうか、このコンビネーションが問題だという中、やはりこの天竜選手も言ってましたが、コンビネーションで一番ポイントになるのは技のタイミングだということを言ってたんですが、ですからね、もう当然チャンピオンチームはね、そこだけは狙っていると思うんですね。あ、なるほどね。コンビネーションの悪さというかね、悪くはないでしょうけど、良くないということをね、そうですね、自分たちに比べてね、狙うならその隙しかないと思うんですね。そうでしょうね、やはりその辺がポイントになるのかもしれません。さあリング上ではチョップ合戦が見られました。ヤツとハンセン、さあ鶴田とハンセンだ。ジャンピングに今日は乱れ打ちであります。さあハンセン、フラフラ後ろで回って円錐、この頃鶴田がこれをよく見せるんです。円錐、さあ力が入った、ジャンボ鶴田。この頃はこの鶴田の監獄固め、あるいは鶴田のトップロープからのダイビングに、こういうものを見せます。さあそしてヤツ、ヤツであります、ヤツ。さあ円錐だ、ヤツの円錐、これもまるで天竜の株を奪うようなヤツの円錐であります。しかしちょっと今狙いが浅かった。今度はエルボー、これもスタンハンセンがややかわした。さあいい体勢で天竜にタッチだ。天竜が行きます。天竜、さあ何を持っていくか、ヤツのラリアットが先。ヤツもスタミナがあります。今20分が経過しました。そしてあと天竜が腕を取って、そしてバックに回った。しかしジャーマン得意、やつエルボーで返した。しかし正面に釣れた。さあやつの18番、ジャーマンだ。スタンハンセンカットに入ります。お互いがお互いのチーム、よく動きを研究しております。馬場さん、やはりもう一度重ねて伺いますが、完成されたチーム、釣れたやつを崩すには、このコンビネーションの乱れをつくしかないんでしょうか。そうですね、今やつもジャンボもね、はい、ダメージを受けてないんですよね。どうぞ。なるほどね。あ、ラリアット、はい、こういうやつがやっぱりちょっと呼吸が乱れます ね。 あ、なるほど。さあ今の攻撃を受けて、あ、顔面蹴り、側頭部から打ちました。天竜側頭部に円錐蹴りを打ちました。これはやつのダメージはどうでしょうか。あのスタンハンセンにかつて見舞ったような、スタンハンセンにかつて見舞って失神事件を起こしたような、一瞬ヒヤッとする側頭部からのキックでありました天竜。さあ今度はスタンハンセンです。ヒヤッとサポーターを下ろして2位を打っていきます。こうやって一つ一つ、タックル、それからエルボー、2位、これが実際の大技ももちろんなんですが、鶴田やつに寄せますと相当応えるんだそうですね。馬場さん、そうですよ、この一つ一つのダメージが積み重なっていくんですね。ツアーっと今度は天竜の円錐、天竜の円錐です。一瞬一体の攻防。さあ天竜はパワーボムを打つことができるか、そしてジャンボ鶴田はジャンボラリアットの位置を打つことができるか。スタンハンセン、まだ出しておりません、あのウエスタンラリアットを打つことができるか。さあ
今度はエルボーであります。本当に力強いエルボーです。休みません。今度はボディースラムです。ボディースラムです。ヤツを捉えました。そして2位です。ヤツのスタミナのロスはどうでしょうか。スタミナはある選手ですが、ちょっとこれ動きが止まっております。やはりボブさんお話のように、先ほどのラリアットからの展開、ちょっと苦しい展開になってまいりました。さあ今度はダブルの攻撃でしょうか。おっと、おお、天竜の円髄にハンセンの2位です。今ハンセンの2位は溝落ちあたりに、ボブさん決まりましたか。そうですね、そして天竜の2位ドロップ。いや、一生懸命合体を考えてるんですね、ボブさん。さあ今度は入り乱れて、4試合入り乱れての乱戦模様であります。さあ試合はどうなりますか。今日は世界タッグタイトルマッチであります。さあ天竜と、天竜とヤツ、天竜とヤツ、ハンセンが今ヤツの後ろに回りました。ヤツの後ろに回りました。エルボーを打ちます。エルボーを打ちますヤツと天竜が、試合の権利がある。立ち上げるようなエルボーだ。鶴田間に合うかどうか。どうだ、鶴田間に合った。チャンピオンチームにとって、鶴田やつにとって、図らずも言っておりました、最大の試練、僕たちの最大の試練。ちょっと苦しい展開に追い込まれました。今完全に分断されております。チャンピオンチーム分断されております。馬場さんお話のようにチームプレー、チームプレー、完成されたチーム鶴田やつにもちょっと今隙が現れております。そこへ今日即席チームではありますが、一生懸命の連携プレー、ハンセン、そして天竜がヤツ、ツルタを分断しております。さあボディスラム、そしてハンセンが、エルボーだ。エルボーを打ちました。得意の攻撃、得意の攻撃、それぞれハンセン、そして天竜の良さが、図らずもあのロードウォーリアーズの天竜のタッグの時と同じように、天竜ハンセンの良さが出ております。さあ天竜が今度はキックでツルタを場外、徹底して分断作戦。馬場さん、そう考えてよろしいですね。そうですね、はい。さあ捉えるならここでしょう。チャンスが訪れました。大きな山です。スタンハンセンロープに振る。わあ、ラリアット失敗。やつかました。しかし円髄、着地したままの円髄。いやー、天竜の円髄が乗り移ったようであります。そして今度はエルボーを合わせました。両の手を合わせた。鶴田が間に合った。カットに次ぐカット。しかしサッカーボールキック、天竜のサッカーボールキック。鶴田場外、鶴田場外、やつを救出することができません。やつを救出することができません。さあパワーという点では共通点を持っているというジャイアント馬場さんのお話。さあ連携プレーの後はここのパワーが爆発するか。天竜がセカンドロープだ。今度はサードロープだ。エルボー、天竜が調子のいい時に出るエルボーです。果たしてこのハンセンと天竜のこのタッグチーム、試合前はお客さんが受け入れてくれるのかどうか、本当に緊張の面持ちでした天竜ですが、いい試合を展開しています。この鶴田やつを分断しております。パワーボムの体勢だ。ニューコンパワーボム打った。やつを抑え込んだ。鶴田がカットに入れるかどうだ。 2.5、 25分経過。決定的なチャンス、ゴールなりません。決定的なチャンス、ゴールなりません。またしても今度はハンセンが鶴田を場外へ誘った。鉄柵攻撃で鶴田、鶴田のこの無尽蔵のスタミナもスタンハンセンによって徐々に奪われております。さあリング上はヤツがもう苦しそうな表情、それを獲物を狙うかのような天竜であります。さあ何を狙っているか、距離を取っている。対角線、赤いコーナーにヤツ、青いコーナーに天竜。さあヤツが苦悶の表情だ。これがヤツだ。ちょっと焦点が定まらない。エルボー、あ、いや、ラリアット、自らの体も場外に飛び出るようなラリアット。そしてかつてあの鶴田の額を叩き割ったこのストッピング攻撃がヤツを襲っております。さあ天竜何を持ってくるか。さあピンホール決着をハンセンとつけて、そして因縁にピリオドを打ったこの天竜、互いに認め合って、そして馬場さん、このハンセンと天竜もこれからまた今日タッグを組んで、また新しい戦いが見えていくかもしれないわけですよね。このタッグチーム完全にヤツを捉えております。あのロードも、ジャンボ鶴田のジャンピングリーが決まっております。場外戦、その前に天竜とあのロードウォーリアーズが組んだ時のような、天竜が場外へ自ら突っ込んでしまうようなラリアットを見ました。衝撃のラリアット。しかし天竜は今ジャンボ鶴田が放送席に一撃、鶴
その背後に待っているのはスタンハンセンであります。スタンハンセンがジャンボ鶴田の背後に回った。さあここはカウント、カウント、リング上にはヤツが残っています。リング上にはヤツが残っています。ジョー・ヒルチレフリー、ジョー・ヒルチレフリーのカウントが進んでいます。ジョー・ヒルチレフリーのカウントが進んでいる。スタンハンセンが、スタンハンセンが今アップと天竜をリングの中に上げました。リングの中に上げました。今日は選手権試合。さあジョー・ヒルチのカウントはまだ生きている、まだ生きている。しかしジャンボ鶴田が天竜を今場外に投げ捨てた、場外に投げ捨てました。さあ鶴田と天竜が場外、そしてヤツとハンセンがリングの中でありますが、ここでゴングが打ち鳴らされました。ここでゴングが打ち鳴らされました。ちょっとコールを聞きましょう。天竜選手がカウントアウトと、いうことになりました。従いまして、鶴田ヤツ防衛ということになりました。4回目の防衛に成功であります。夢のタッグチーム、ハンセン天竜、はい。あ、私どもの放送席の、ね、モニターカメラに、はい、十分いかれてると思いますね。あ、まともに肩口が当たりましたから ね、 そ、 ね、それほどこの、ジャンボ鶴田、この攻撃が凄まじかった、その衝撃の凄さを物語るわけでありました。8代のニューチャンピオン誕生はなりませんでした。天竜ハンセンの夢のタッグコンビであります。従いまして、4回目の防衛に成功ということになりました。いや、天竜と鶴田が横浜でやり合います。横浜の場外でやり合います。鶴田の表情も尋常ではありません、尋常ではありません。リング上ではスタンハンセンがブルロープで安吉明の首をグーグル巻きであります。夢のタッグチーム、試合半ば、そして終盤かなりの追い込みを見せまして、安吉明を完全に分断、あと一歩のところまでオリンピックコンビを攻め込んだんでありますが、最後の場外戦、天竜がダメージを負いまして、リングアウトということになりました。馬場さん、再度振り返っていただきたいんですが、八つを分断した夢のタッグコンビ、天竜ハンセン、あそこまでは勝機があったんですかね。そうですね、これにぶつからなきゃまだ天竜もなんとかできたと思うんですがね。そうですよね、天竜のカウントアウトでしたね今、はい。この肩口を、そして、この脳天を、放送席のモニターカメラ、そして机にひそかに打ち付けられました、天竜であります。ちょっと生還は無理でありました。鶴田八津は逆に今日は途中から、ね、分断されてしまいましたが、今夜のファイトいかがでした。八津もよくやりましたけども、やっぱりその分ジャンボがもっとよく頑張りましたですね。あ、そうですか。やっぱりね、天竜とハンセンと組んだというやっぱりことはね、彼にとって本当に恐怖だったと思うんですよね。あ、なるほどね。特にこの馬場さんご覧ください。八津吉明が、まあ、一人で本当にロンリーバトルになりまして、攻め込まれた、分断をされた、このダメージがこのハンセン天竜組のものすごさを物語っていると、こう見てもよろしいでしょうかね。そうですね、さあ今黄金のタッグベルト、世界タッグベルトが、この鶴田八津に戻ってまいりましたが、八津はまだ起き上がることができません。まあ、この開幕戦の世界タッグ選手権試合と同様に、最後はこのスカッと勝つことができませんでした鶴田八津であります。今日はリングアウトで防衛ということになりました。4回目の防衛に成功いたしました。馬場さん、これからこの特に今日はこのなんていうんですか、鶴田の凄さが、目立った試合でしたけれども、チャンピオンコンビとして鶴田八津に今後どんなファイトを期待しますか。やっぱりね、八津も頑張りましたからね、彼らのファイト今日以上なものはもう出ないんじゃないかと思うんですね。ですから天竜とハンセンのやっぱりもう少しコンビネーションというものがあったらですね、やっぱり恐怖ですね。そうですね、まあ、夢のタッグ対決、天竜ハンセン対鶴田八津、残念ながら天竜ハンセン組、鶴田八津からベルトのタッグ、ベルトの奪回、できませんでした。長期戦になりました。27分28秒、天竜がリングアウト負け、残念ながらニューチャンピオン誕生というわけにはまいりませんでした。鶴田八津4回目の防衛に成功した一戦でございました。全日本プロレス89チャンピオンカーニバル日程です。10日別府鶴見園、11日尾道、12日丸亀市体育館、13日高知、16日後楽園ホール第3戦、そして17日栃木烏山、18日大田区体育館、19日は岡崎、そして20日大阪府立体育会館で最終戦です。
次回はご覧のカードを放送します。どうぞお楽しみに。